ベッドタイムストーリー、それは子供たちを寝かす子守唄。それじゃおやすみ。寝る前のお話は頭の何かをどうかしたら。何かじゃないよ、バグジーだよ。バグジーだって。お話に出たいって。わかったわかった。うわっじゃあそろそろお話を始めようか。そこには決して犯してはならない掟がある。昔々、俺みたいな英雄がいました。そして空からガムが降ってくるんだ。ガムが降ってくる。なんでこんなことに。ベッドタイムストーリーを子供たちに語らせてはならない。ただの作り話のはずだったのに本当になっちゃったんだ。ありえないよ。ウォルト・ディズニー最新作。子供が物語を操ってる。すっごい雨が降るの。雨宿りをした方がいい。どうして雨だわ。ねえ、私と一緒に遊ばない。その後は火の玉が飛んできちゃって。焼き殺す気か。ハッピーエンドにしてくれよ。もっともっとピンチにしなきゃ。子供たちが仕掛けた危険なゲームが現実を不思議な世界に変える。これからもっとすごいのが出てくるよ。待て待て。めでたしめでたし。ウォルト・ディズニーのベッドタイムストーリー。